はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。現在の状況なんですけども、ベルトさん残り1色まで来ました。なんとかね、今日は詰め切りたいなと思います。パーツのね、集まり状況ですけども、こんな感じですね。問題のベゼルが問題なんだよね。ベゼルはですね、キラボシキャッスル最上部のステージ47エルゼメキアをですね、クリアしないと手に入りません。強敵です。今日はですね、こちらエルゼメキアのね、攻略やっていきます。僕はね、特殊能力持ちキャラ持っていないんで、特攻なしでいきます。さあ、ステージ47種族縛りがある、激ムズです。さあ行くぜ。まずはちょっとステータスチェックしていきましょうか。 HP が 245,000、 攻撃が 1,150 ですね。結構えぐい感じ。攻撃がえぐいな。種族的にも縛りがね、ちょっと厳しい。とりあえず武器ニッパーでちょっとどれぐらいまで削れるのか、どんな感じなのかね、見ていきたいなと思います。まずはフィーバータイム入って、そこで、まあ、必殺技連発だよね。あとは反撃がどれぐらいあるのか。反撃がざっくり1500ですね。これはちょっとえぐいぞ。何発も撃てないよね。24万5000か。3発4発、フィーバー中に思いっきり、おっと、そして復活でもう一発いけるね。ヒカキンさん、そこが強い。しかしダメと。これはちょっとえぐいね。これは攻略のヒント、反撃、そして必殺技の効果無効、攻撃力アップ使えません。パーティー変えようか。イケメン魚、技ゲージ多く貯める系でちょっとサポートしてやんないと。ちょっとね、なかなか必殺技グレートまで G まで貯めてね、フィーバータイム中に打ち切らないと多分あの感じだと削れない。ただなかなかちょっと貯めるの難しいんで、この技ゲージアップ系のね、まあ、イケメン魚とかね、まあ、イケメン魚じゃなくてもいいんですけども、あたりでサポートしてやって G まで貯めて打ち切ったらなんかワンチャンありそう。さあ行きましょうか。まずイケメン魚で技ゲージ多く貯める。これでしっかり G まで貯めて、溜まってないけどね、まあ、ヒカキンさん打てば溜まるでしょ。ヒカキンさん行って、赤いさん行く。ここで復活入って、フィーバー明けにもう一発ライダーキック。お、あと1ミリ。これはこれなんかちょっとありそうな、あとちょっとだね。また運営もうまいとこついてくるよね。倒せそうで倒せない、微妙っすね。ちょっと変えましょうか。種族変えてみます。勇ましでいきましょうか。まあどの種族がいいのか難しいんだけど、勇ましの方が僕的にはね、キャラ持ってるんですよ。なるべく強キャラで、あとは技ゲージ多く貯める系がいるんで、まずは獅子舞、こちらはですね、まあ、G まで打てると。そして種族効果アップ7%があるんで、ちょっとワンチャンありそうだよね。そして武士にはフューチャー、こちら全消し&デカプリの技ゲージを多く貯める。ちょっとね、技ゲージ多く貯める系でサポートしてやんないとちょっと難しそうな感じがするね。そしてアースウォーカー、全消し&スーパーフィーバー、スーパーフィーバーはちょっとワンチャンあるぞ。そしてスキルがね、あります。そしてファントムソードノクティス、ノクトもね、全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める、結構サポート系としてはいい感じ。そしてつながりやすいっていうね、スキルもあります。そして空天もね、技ゲージ多く貯める系なんですよ。で復活があるんで、これもちょっとワンチャンあるかなと思います。さあこんなパーティーでいきましょうか。さあまずはノクと長くつないで、早めにフィーバーインしないとちょっとね、反撃がつらいわ。であとはうまくフィーバーさえ入っちゃえば、技ゲージを多く貯める系でね、まあサポートしてやればね、デカプニ消してサポートしてやればなんとかなりそう。さあまずはブシニャン行って技ゲージ多く貯める。
で、アースウォーカーのスーパーフィーバー、そしてデカプに作ってノクトで技ゲージを送ってためる。で、どうだ、これでちょっと足んねえよな。フィーバータイム明けにブシニャン行きましたね。結構ギリギリ感あるけど行きましたね。お、しかもお宝落としました。激アツです。さあ、これでウォッチのパーツガイベゼルゲットしました。15ポイント。これね、なんとかして1回は倒さないとね、パーツ手に入らないので、あと1色が集まりません。さあ、ゾディア・ライア、激ムズじゃない、地獄ムズって書いてあるぞ。超やべえやつじゃねえか。ゾディア・ライア、でも仲間にできるんで、これはちょっと頑張って倒してほしいよね。 HP25万、攻撃が1200、そんなにじゃないか。エルゼミキアよりちょっと強いぐらい。まあ、ただちょっと歪学縛りがあるんだよね。そこがちょっと難しいところはあるね。歪学キャラ縛りか。さあ、なんとか早めにフィーバーインして、フィーバータイム中にガッコーガーとエルゼミキアのスーパーコンボが決まればワンチャンあるか。いや、ちょっと辛いぞ。さあ、まず一発目のガッコーガー、おっと厳しい、反撃厳しいわ。しかも復活ないしね。これは辛いね。これは厳しい。どうなの、反撃効果無効お邪魔玉と、特攻が T ダインとウォッチにワンチャンありそうだね。そして T ダス、これもお宝解放でなんかワンチャンありそう。あとは T ダス入れると限定キャラのダメージがアップする。このあたりもなんかポイントになってくるような気がするね。歪学縛りか。まずはウォッチ制作とお宝解放だね。さあ、試練いきます。隠しステージ3を一種族の妖怪のみでクリアしよう。横取りチケット、僕は横取りありでやってます。サメキホジロウ、これ強いんですよ。むちゃむちゃ強い、つながりやすくなる。そしてムカムカで単体攻撃、ニョロロンゼです。そしてダソックス、こちらも単体攻撃。土の子です。ワイマネーを増やす、ワイマネーは重要。そして嫌い魚、サボりです。さあ、こんなパーティーでいきましょうか。ニョロロッパでいきます。さあ、隠しステージ3 HP60% 以上でクリア。こちらもね、やってきますよ。さあ、クロックマンですね。これはできれば仲間にしたいところ。そしてお宝ドロップもね、一緒に狙っていきたい。さあ、ワンフィーバーでいけるかな。さあ、まず技ゲージ貯めていく。さあ、好物与えます。フィーバータイム外でもいけるかな。さあ、ものすごく懐きました、クロックマン。さあ、サメさんよろしく。いきましたね、49000。むっちゃ強えじゃねえか。しかもお宝ドロップ。さあ、60% 以上クリア、いきました。さあ、ウォッチのパーツ水色、しかしこれは持っている。さあ、15ポイント。残り1色がね、進みません、避けるかのように。さあ、ご褒美いただきます、横取りチケット、これは嬉しい。さあ、ステージ44、お宝集めやっていきます。さあ、ブラックアーミー出てきました。どうなんだろうね、結構ね、フレンドはステージ44やってる人が多いので、まあ効率がいいのかもしれません。まあ3体ステージなんで、まあお宝ドロップ率3倍かどうかは分かんないけどまあチャンスは多いでしょう。そしてブラックアーミーもね、結構な確率で出てくるし、やっぱ奥のステージに行った方がさ、獲得 Y ポイントも多いのでいいんじゃないの。そして技ゲージ溜まった状態でスタート系を使ってですね、まあ、高速周回でいきますよ。お、チップ来た。おっと、お宝も来たぞ。
ダブルドロップ。しかしこれは持っている。最後の一色は横取り行けってことか。しかし今回ね、チケットがさ結構ギリなんですよ。残り一色。